はい、どうも山内上です。お願いします。ありがとうございます。今日皆さんのお茶を濁させていただきたいと思いますので、今年最後のお茶濁しになりますので、最後までお付き合いいただければなと思うんですけれども、今日皆さんと学んでいく言葉はこちらです。墓穴を掘る。墓穴を掘るでございますね。主に民主党を表す時の言葉ですけども、あとあれですか、ジャニーさんとかね、まあジャニーさんは2つの穴を掘ってたとかはね、いろいろあります。あと最近で言うと詩人逮捕系 YouTuber でしょうかね。あの方々も墓穴掘られてるなと思うんですけど、いろんな方々をね、逮捕して、で結果的に自分自身がおまわりさんに逮捕されるっていうね、超面白いコントをやられてますけども、まあまあ墓穴を掘る。で墓穴を掘らないようにしたいなと思うんですよ。ね、で墓穴を掘らないようにするとどうすればいいかというと、やっぱりね、冷静であることと、あと客観的な視点というのは必要らしいんですよ。でも人間ですよ。常に生きててさ、ね、冷静であって客観的に生きることないじゃないですか。ね、これどうしたらいいかなーなんて思うと、先人に学んだ方がいい。ね、先人って言ってもね、過去の人ですね。例えば、江戸時代のお侍さんなんてね、学んでみたらいいかなと思うんですけどね、江戸時代のお侍さん、それこそね、何ですか、自分の、プライドの塊ですからね。武士は食わねえの高い王子とかあるじゃないですか。もうプライドの塊です。そのプライドを一つでも、もう切りつけられたらね、傷つけられたら、何やつ武士ってこう、刀で切ってしまうね。でも、お侍さんも考えたもんですよ。冷静でいないといけないと思ってね、そのお侍さん何をやったかっていうと、武器庫に春画を貼ってたって言うんですね。春画って皆さんご存知ですか？昔で言うところのエロ本です。今で言うとエロ本か。昔のエロ本が春画でございます。これを武器庫に貼ってたんだから、お侍さんがプライドを傷つけられて、何やこのやつ、今に見てるよ、ドダーってね、武器庫に入って、刀とか、槍とかを取る前に、ここにエロ本があったんですね。で、パッと見て、はぁ、なんてセクシーでござるって言って、一旦怒りをエロの方に吹っ飛ばして、我に返る。と、あったらしいんです。だから、いいこと聞いたなぁと思ったんです。一つ懸念があったんです。その懸念っていうのがね、こちら。2019年8月問題って皆さんご存知ですか？2019年8月、これ何があったかっていう。これ私ね、日本国人の成人男性が暴動を起こすんじゃないかなと思ったんですよ。それもね、これですよ。コンビニからエロ本なくなったの。この期間からね、あと、一斉にコンビニからエロ本なくなったの。真っ黒クロスケみたく。ダーってエロ本なくなったの。ね？で、今、皆さんね、なんで山内さんエロ本の話するんですかってなったと思うんです。今から話しますからね。皆さん。コンビニ入ってお客さんが歩く動線って皆さんご存知ですか？歩き方。よく言われてるのはこうなります。入り口から入って、雑誌コーナー見て、で、飲み物を見て、お弁当行って、レジ行って出る。っていうのが一般的なお客さんの動線って言われてるんですよ。ね。で、コンビニ強盗の動線って皆さん考えてください。コンビニ強盗。ね、入り口から入って、コンビニ強盗だ、ね、金出せっていうのが一般的かと思うんですけれども、店内に他にお客さんがいた場合、ね、お客さん出てから強盗だ、金出せってやった方がいいじゃないですか。だから、その時の強盗さんって店内をね、お客さん出るまでうろうろすると思うんですよ。で、うろうろしてた時に、ここら辺にエロ本があったらどうですか、皆さん。ね、あ、セクシーですね、つって、ああ、俺は今何をやろうとしたんだってね。我に返って、強盗をしなかった、強盗を未遂で終わったっていう人も中にはいたはずなんです。ね？ということは、今、コンビニにエロ本がない！ということは皆さんこういうことですよね。コンビニ強盗が多発するぞ。そういう形になるじゃないですか。こういう説になるじゃないですか。だから私ね、これ本末転倒でしょ？ね、コンビニからエロ本減らしたら、ね、強盗が増えたと。本末転倒だから、これを警視庁に言いたいなと思って、ちゃんと数、ね、調べてみて、もし、この数が増えてたら、原因はコンビニのエロ本ですと言おうと思って調べました。この調べたっていうのが警視庁から毎年出てるんですよね。犯罪、全国の犯罪に関する資料というのがあって、この資料の21ページ目に、コンビニ強盗、全国で起きたコンビニ強盗の数ってのがあったの。で、2018年、まだコンビニにエロ本があった時のコンビニ強盗の数っていうのが、167件です。ね、167件。で、2019年からコンビニからエロ本なくなったから、この犯罪、強盗の数が上がる。ね、はずじゃないですか。今から発表します。2019年のコンビニ強盗の数は、122件減ってんじゃねえかよ日本超いいじゃねえかよ超安全じゃねえかよつってね。いやこの説ね、本当にね、考えた時すげえなと俺思ったんですよ。で、みんなからね、山内さん目の付けどころがシャープですね、みたいな感じでね、褒めてもらおうかなと思ったんです。でも、こんな風になるとは思わなかったです。だから私ね、こうやってね、サングラスをしてね、
ナイフと、銃を持って自分の説が正しいように今から一件でも多くコンビニ強盗したいと思います。どうもありがとうございました。